現職と新人の一騎打ちとなった佐川町長選は、新人の片岡雄二さんが3759票を獲得、現職の堀見和道さんをおよそ300票差で破り初当選しました。片岡さんは32年間役場に勤務し、議会の事務局長などを務めました。選挙戦では高齢者への交通支援や小中学校の給食費無償化などを訴えてきました。今回の町長選挙というのは、現職に挑戦するという非常に厳しい戦いでした。負担を先送りするような事業予算配分ではなくてですね、しっかりと住民の皆様向けのまずは政策を実施させていただいて、それからやはり今進んでおります大型事業であります道の駅図書館につきましても、しっかりと再検討させていただいて進めていきたいと思っております。一方、敗れた現職の堀見さんは、自分の訴えが住民の皆さんに理解していただけなかったということで、力が足りなかったということですね。投票率は 68.5% で、前回の選挙を 6.04 ポイント下回りました。